はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は全力高校サクチャレの野手でやっていきたいと思います。で、デッキがねかなり未だに悩んでいるんですけれども、まあ、どういう方針でいこうかなっていうところですよね。要は特攻キャラで完全に固めるのか、まあ、ちょっと特攻キャラを外して経験点を狙いに行くのかと、まあ、いう方向性になると思うんですけれども、今回は特攻キャラ4人入れて、特攻パーセンテージがね、つかないバレチーちゃんと、サイガを入れてやっていきます。で、これ得意練習は全員打撃ですね。で、全員打撃ではあるんですけれども、得意練習2種持ち、これあのピッチャーのね、得意練習も入りますので、風薙と真剣野球ちゃんも得意練習カウントされますので、得意練習は、マックスの5種あって 40% ついてます。と、あと女の子キャラは3人だっけ、3人入れれば 40% つくので、一応それもつけてますと。とあとはまあ4人特攻キャラ入れて、この2人ですね、サイガとバレチーちゃんに関しては一応微妙だけど覚醒はさせてるんで、まあ、経験点狙いというところで、2人連れてきてます。16レベルで精神ボーナス8、練習効果アップ 16% ですね。で、サイガはタックが 12% の練習効果12というところ。で、44レベルの風薙もね43レベルで、一応45になると技術ボーナスが、つくんで、もうちょっと点が伸びるんですけど、みんなちょっと半端キャラだよね。エプレミちゃんも44レベルだしっていう、まあ、これでどこまでいけるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。じゃあまた練習の方から、ここいっぱいいるな。まあ、最初はいいでしょう。一応それなりにやっぱ経験点はもらえるね、これだけ人が揃ってれば。まあ、もちろんね、打撃の人数が多ければ多いほど固まりやすくはなるんで、ちょっとパーセンテージを下げても経験点でカバーしていこうかなと思ってます。で、サイガが死ぬな。みんな固まってんな。そんなことよりみんな仲良しだね。サイガには死んでもらうけど、まあ、金徳の数とかはね特に関係ないんで、監督をそこまで追うかって言われたら、まあ、200にする必要はないんですけれども、ただ監督をね追うことによって言霊が手に入るんで、やっぱりそれはねかなり有効活用できるんで、これどうしようかな。山下くんに死んでもらうか。 11% だから最悪俺が死ぬ可能性もあるんだけどね。最初の方の寝ることはもうしょうがないかな。で、ちーちゃん、ちーちゃんやっぱり初期評価高いからタックはすぐ組めるね。ちょっと寝るか。で、そう、後と前の編成とか全然気にしてないから、風薙は前だよね、エプレミちゃんも前、これどっちがいいの、聞いてみる。積極打法サイガ、ちーちゃんが死ぬか。メンタルはまあまあ美味しいからな。美味しいっていうか、へ、あれか、でもパーセンテージは増えないのか。じゃあこっち、単ならねパワヒ降格を狙いにサイガを追うんだけど、 88% か。山下くんが死んで1回目がたまりますね。少しでも逆境ゲージを貯めて経験点を稼いでいきましょう。ショート一応守備職人がもらえたかな。風薙とか割と久しぶりだな。で、ここはまあタックがあるんでこまめに稼いでいきますか。まあ、彼女キャラはいるわけではないんで、最後のエピローグ経験点はそんなに期待できないよね。これは進めていっていいかな。どうしよう、回復しようかな。欲しい。まあ、寝るのもありだよね。寝よう。体力の消耗が激しいな。
ヤギュウちゃんが後イベだから前に後4か。カザナギはもうイベント数が少ないからね、そこはいいよね。で監督が出てきたんで、まあ、一応監督の動向も気にしつつ、まあ、コツを狙いに行くか。佐伯さんは結構コツが多めだからね。これどっちがいいんだ、下にしよう。一応なんとなく金徳を取りに行く。これもうめちゃくちゃゲージが上がるな。どうだろうね。プレミちゃんサイガもまだ乗ってないし、カザナギも乗ってないのか。サイガ少し乗せておきますか、評価を。いやなんか立ち回りとかねよくわかんないよ、だからそう経験点目的にした立ち回りっていうのが。これ全力練習ができる 18%。 どうしようかな、最悪怪我してもいいのかな、わかんねえ。怪我した。あそうか、これ経験点は減るのか、20だけど。でここは回復しようと。特にモテモテとかもいらないしね。チームメイト評価も上がって、でカザナギはこれでイベントが完全に終わり。95、監督いるんでここでいいでしょう。だからまあどれだけでかいタックが来るかどうかだよね。カンストがどれくらい来るかだよね。そのためには、おー来てるね。ヤギウちゃんが乗ってないか、まあ、それはしょうがないとして、とりあえずミートを上げていこう。ミートを上げることによってだいぶ経験点が消耗できるんで、ヤギウちゃん乗ってればだいぶ違ったけど、1、2、3、3人か、まあ、3タックくれば経験点はだいぶ稼げますね。でそこに俺たちは男なんだとかを使うことができれば本当にカンストへ持っていけると。でここはどうしようかな。今の段階でセニハラ使うのはありなんだよね。ただまあここが全員燃えているから、ヤギウちゃん乗ってないのか、どうしよう、乗せたい気がするな。ちょっと無理やり感があるかもしれないけど、さっき若干もったいなかったからね、乗せとこう。これで乗るかって言われたらまだ分かんないけど。ナイアだ潰してねえや。で打撃は1人、1人だとね微妙なんだよね、やっぱり。どうしようかな、当たる、燃えてる、まあいっか。でプレミちゃん自体はねやっぱり2種類練習なんで若干タックは低いよね。回復するか、これ結構回復できるんだよね。あと監督、特に何にもないから監督を追って言霊をゲットしていきますか。敵を使用の例をして、これやる気が2上がるんだよね、全員。やる気を上げるやつもかなりいいんだよね。さてどうする、回復しておくか。敵を狩猟の領主、またか。あそうか、コンボがあるんだこの2人。えなんだこれ、どっちがいいんだ、話を合わせとくか。よくわかんねえけど、それなりに経験点もらえるな。これどうしようかな、プラス60くらいか。ちょっとミートをまた上げていこう。特に敏捷ポイント足りなくなるんだけど、そういうのは気にしなくてもいいからね。さばければ問題ない、さばければ。
イベントはまあ普通に進めていっていいでしょう。1人なかなか来ないね。 19% か。ちょっと1回やねるかメンタルか。回復できるやつはないもんね。それはそれ、これはこれはまだ取っときたいんだよな。パーセンテージも上がるし、やる気も上がるし。こっちか。山下くんが死ぬね。やろう。監督もいるし。背に腹。回復系はなんだかんだで使えるからね。でここは初詣に行って回復しますか。これさ、大教育とさ、赤徳手に入るから結構ゲージ溜まるんだよね。ここどうする。監督がいてコツがあるけど、まあ、2人か3人だったらね、やる気上げて全力練習っていうのもありだったかもしれないけど、ちょっと2人はまあまだ時期的に微妙だよね。切羽詰まってきたらもう使っちゃおうっていうのはありかもしれないけど、洗礼。ああ監督いる。ただ人がいっぱいいるね。山下くんか、どうしようかな。まあ、2つあるっちゃ2つあるんだよね。よし、これ使おう。1個使えるときに使っていこう。これで全力練習、まあ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 。一流は一流を知る。パルスが来ればパルスコンボができるね。で3回目で、ここはカレンで体力を回復していきます。ここ人はいっぱいいる。100くらい。ここも100くらいか。コツがあるんだったらちょっとここに行くか。またちょっと技術が溜まってきたね。技術はどうしてもね、余りがちだからね。おっと、これはだいぶ増えるやつなのに経験点へとなってしまった。ダブルタックか。どうしようかな。セミファル使っちゃおうかな。先に人をもう100人に持っていこう。あとはなんとなく守備力、確かファーストで来た気がする。どうでもいいやと思って。ダブルタックで使うのもまあもったいないはもったいないよな。あ、これここでいいじゃんメンタって。でプレミちゃんの金徳、まあどっちでもいいや。あえて総力を上げる必要があるかって言われたらそこまではないよね。ちょっとここは監督から言霊をもらいに行きます。ダメ元で佐伯さん進めていきます。でエプレミちゃんのバレンタイン、まあ、安定の味ですね。からのちーちゃん、これは何がいいんだ、どっちがいいんだ。断ってみる。チャンスメーカーで2人。矢部くんのやる気が普通かってことは2上げなきゃいけないんだよね。ダメ元はちょっと体力回復系だからな。それはそれ、これはこれ、ダブルタックでしょ。だからここで3人いてくれればな。もう絶対使ったんだけどな。多分2人だからプラス100とかだよね。まあいいや、やってみよう。これはそれ、これはこれがまだあるから、いざとなった時のやる気上げはなんとかなる。ほい。風投げもね、コツがめちゃくちゃ多いからね、なかなか経験点にはならないんだよね。でここはもうやっていこう。失敗したら失敗したでやる気がめちゃくちゃ下がるから、
ゲージためにはなる。今何回目？おお、なぜかできた。で 29% かまだ災害。ここは取りに行きますか。広角打法とかなんか直取りしてもいい気がするね。二者択一、二者択一とかってこの編成だと意味ないよね。どうにかなんのかな。一応2回目が進んだからソリック D にはしておきますか、まあ、なんとなく。で技術がやっぱり余ってんな。ちょっと直取りできるもの直取りしていこう。アベレージヒッター、広角な方も直取りしよう。あとはチャンスメーカー取るでしょ、ヘッスラも取るでしょ。もう対エースとかも結構よく、うわパワー少な19しかねえ。やばい、筋力をだいぶ消耗してしまったな。ラッキーボーイは酸化筋力。ちょっと待って、一応パワーでも技術は消耗できるからね。いや少なすぎでしょ。左だからか、もう初期能力とか全く気にしてないからね。カメヤお前やる気なさすぎるでしょ。え3段階悪い、普通いい、ゲそれはそれ、これはこれがいかないな。マジか、むしろ邪魔になってんなこいつ。いやここで全力練習ができれば結構稼げたと思うんだけど、まあ、しょうがないよね。普通にやろう、もうここは上げらんないから。でエプレミちゃん終わり、一応成功した 60%。特にないからここは監督から言霊をもらいに行きましょう。敵を知り己を知れ。あここあれもらおう、飲んでも飲まれるな。66か、どうしようかな。もうだから使っちゃおうかな、2人使っちゃおう。でまだカンストはしないのでちょっと精神が怖いけど、初級、こいつ初級も持ってるんだ。そういえばカザナギってアプリの方ではなんか覚醒してたよね、最近かな。やってはないけどね、情報的なものはちょろちょろちょろっと見てたりするんで、これはどっちにしようかな。110、120くらいクラス、こっちだ。で精神が今度は余り始めてきてる。技術だね、技術をさばかなきゃいけない。流し打ち初級も取っておくか、意外性も取っちゃおう。逆境、とりあえずこんなもんでいいか、まあ、溢れることは今のところないんで。ほい、筋力がマジで足りてない。で佐伯さん2回目そっとしておきましょう、まあ、かといってね佐伯さんの PSR50 はなかなかいないよね、まあ、それはそうなんだけど、粘っても未だにね見たことはない。俺はこれどうしようかな、ちょっとパワーを上げていこうからの、ほいで4月1周これどうする、やる価値があるかどうかだよね。一応全力ゲージが発動できるといえば発動できる。練習だけ見よう、1人メンタル回復できんのか、どうしよっかな。 19% って何個、3つ4つくらい、3つでいいのかな。やるかとりあえず。
次なんかいいのが来るかもしれないし、それに書くよ。エラー3つ借りればいいのかな。閉殺棚カチカチってなんだっけ、いつもわかんねえ。ムラムラしちゃうって。ムード、ムードって1上げるのにどんくらい必要。まあいいや、これにしよう。終わり。81、1個30か。多分体力減らしたくないのに。ほら来ない。ここ人はいっぱいいる。まあ、せっかくやったけどさ、一応ねバレンタインチョコはね持ってきてはいるんだよね。洗礼取るか。スイープはちょっともう取らなくていいよね。ヒートアップ取っとこう。技術精神それなりに使う。打球伸び、困った時の打球伸び取っとこう。でいや、ここで背に腹使う。だって一流は一流を知るが、でももう4月過ぎてるんだもんね。使うか。ここちょっと背に腹使って回復させよう。からのこれ監督からもらうやつは金徳になるか。これは多分評価的に、うん、そうだよね。それ初級とか取ったな。で2人、200か。まあいいでしょう。ほい、あパワーヒッター。まあいいんだけど、パワーヒッター、パワーは足りてないからね今。1人、1回メンタルで回復させますか。まあ監督からまた言霊もらう。ついでに飲んでも飲まれるな。でここも回復していきましょう。あとは使いつつ2人。どうなんだろうな。こっちでいっか。これで佐伯さんは終わり。まあ手加減なしの方でいいよね。恐怖の満塁男上にするとあれですね、明鏡止水ですね、まあ、両方確定なんで、一応イベキャラ的には3人いる。ある、なんか敵を知り己を教えってなんかいっぱいあんな。どうしようかな。 6% か。先にこれ使っとくか。じゃあでここは普通に行くか。監督はいるっちゃいるのか。どうしようかな。監督からもらっとこう。なんかいいのくれ。パルス、ここでパルス来たか。もう使っちゃったんだよね。一流は一流を知る。で飲まれるな。もう使っちゃおう。でここで殺すか。じゃあ山下くんを。で山下くんを殺してゲージが溜まって、ここでパルスで回復させよう。あーメンタルが一応いけんのか。2人いる。どうしよう。勝負しとる。416もかかるんだこれ。チャンスコツがないと。そもそもチャンス取るのに240くらい。240かで、240でかつ171だからね。そりゃ重いよね。技術吐きたいな。やっぱり技術吐きたいから対比大取ろう。これでどう。なんか経験点が上がりそうなやつってあるっけ。ダメ元使ってもいいかもね。あパルス使うとか言ってたけど、ちょ一回ダメ元使ってちょっと回復させてのメンタルでさらに回復。で2人、220、300。ちょっとまた技術が危なくなってきたな。で精神さばく意味で勝負者取ろう。でそっからじゃあ守備力だね。 A にできる。
でミートじゃなくてパワー、なんか C は欲しい。試合で打てなそう。でほい、カースト系がまだ来てないっちゃ来てないからね。で充電が切れて3人どうする。もう6月の2週でしょ。最悪さ、これ使ってもいいと思うんだよね。もう3人 でそうするとまた例によって技術と精神をさばかなきゃいけないんで、なんかあるかって言われたらもうなかなかないよね。上り上司一応精神がさばける。あとは技術消してねえや。そういえばここらへんムードバス消しとこう。タイエーストロー468、いいや。ちょっと言霊使います。これ 80% アップで、まあ、減るは減るんだけど、バレンタインチョコ持ってきてるんで回復一応見よう。よし、999の、やっぱもう一人欲しいか。もう一人欲しいけど、まあ、次でかいのが来るかって言われたらやっぱりさすがに分かんないんで、使えるときに使う。で技術だね、ちょっと本当にさばかなきゃいけない。これはない。順応で80か。精神まただいぶ使う。アウトローちょっと取っとこう。え、あとはさっきの緊急当番35しか使わないのか。あれ、なんか取れなくなったな。アウトロー取ったらこの80、あれ多分40使うからか。なんかマジでない。パワーヒッターとかも固め打ちは50、急にこう39でしょ。満塁よと、いぶし銀もまあ高いは高いよな。気分屋はちょっともうさすがに嫌だ。連打も技術だけっていうのがもうないよね。困った時の打球のみももう自画撮りしちゃってあるからね。じゃあなるべく筋力を使わずいきたいといえばいきたい。いぶし銀で30、連打が20か、まあ、こっちをまず取って、いぶしで70くらいか。いぶしを取りますか。いぶしを取って80使うのか。精神、そうとも精神使うやつが取れないよね。300くらい無駄になるか。固め取ろうで261。いやもうさばけないな、さばききれません。やるしかない。でもこれでぽい、もう一回来てくんねえかな。何も来てない。999あり余ってんだ。皮ひとるか。一球にこも取ろう。満塁も取っちゃおう。佐伯さん最後ね、満塁くれるんだけどね、経験値をひたすら使っていかないともうちょっとどうにもならないから。リベンジも取ろうで、なるべくだから筋力は使いたくない。あ、これいいね、盗塁アシストで。精神もなんだかんだでちょっと減ってきてるからな。どうしようかな。敏捷ポイントが圧倒的に足りてないよね。それはそれ、これはこれ。あ、パルスがあった。まあいっか、ちょっと普通に行こう。40の50、60、そうだね、ここにしよう。また技術が増えていくけど、1人、いやーちょっと無理だよ。こっち
次に備える、それもまた大事で、一人なんとなくそれ便所欲しいんだよな。最後はもうコツ全部つかんだよね。だ経験点になるっちゃ経験点になる。40でしょ、こっちにしよう。さて4番か、珍しいな。4番の座に座るってなかなかないよね。絵画とかの方がいいんじゃないかって思うけど。お待たせいたしました。4番、まあ、ファーストだからかな、よくわかんねえ。あ、そっか、なんだっけ、言霊めっちゃ使ってるから相手のやる気がなさすぎる。こいつもやる気がない。この高校もうみんなやる気がないんじゃないか。もう俺たちじゃ勝てねえよっていう諦めの境地だ。風投げみたいな。これだけの強敵校と当たったらね、やる気もなくて最後一矢報いてきた。しかも佐伯さんがね、試合経験点ボーナス持ってるからね。どうしようかな。こっちだと40、50、なんかここでもいい気がするんだよな。ここ、もう一回くらいね来てくれればマジで嬉しいんだけど、どでかいのが。山根くん死ぬな。まあ、死ぬけど、あー、まあ、いっか、殺しておこう。あと何パー、一応ここ勝てばちょっと体力減る代わりにゲージが入って100パーになるか。で、そしたら一回パルス使いますか、体力回復のために。お待たせ、勝たなきゃ話にならないけど、ね、高田君自体はね、そんなにピッチャーの能力高くないからね。第2球投げました、これはいい当たりだ、いった。球種も2球種しか持ってないし、球速も150ないし。ツーアウトランナー1塁という場面で宇治家、第2球投げた。もうドロップカーブだっけ持ってんの。それがちょっと打ちづらいかなっていうくらいで。全力学園リードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている宇治家、打撃能力だけやっぱ高いよね。ひたすら上げてきたな。リードで迎える7回です。ツーアウトランナー1塁という場面で宇治家、いいとこに投げ込んでくる。今日4打点を挙げています。投げた、打った、これは強烈、いった、上腕全力。いいね、やっぱり試合経験点も高い。これで体力は減るはずなんで、ゲージが溜まりますね。増長一応7回。さあ1人どうする。パルス買うか、パルス使おう。で、ちょっと待って、また技術だよね。みんな技術どうしてんの本当に。ちょっと弾道4にしよう。さばききれないんですけど。送球粘り打ち取るか。じゃあバントも取ろう。バントも2段階取ろう。でも600レーザービーム、敏捷が足りてないからね。敏捷を使うやつ、ささやき破り取ろう。よし、これでちょっと一回練習します。
さて甲子園に来て、とりあえずタックがある1人、また技術が増えていく、しょうがない野郎。コツあり。佐伯さんのコツって、あ、盗塁とかまだあったからね。臨床系のコツを全然取ってないんで。で、試合経験点でカンストしないようにまだ大丈夫だね。お待たせいたしました。待ち。2回の裏、全力学園攻撃に入ります。この回の先頭バッターは打ちました、痛烈、いった、入った、入った。全力学園リードで迎えて4回です。災害出てる割にはちょっと、うわ、筋力が伸びてないかな。なんか A とかにしたい気がするけど、パワーを。2アウトランナー1塁2塁という、いらないけどね、特殊能力が有り余ってるから。あれ、俺3回しか回ってこなかった。まあ、別に満点っぽいね。で、80手に入れたからは、才賀か、どうする、やる、それはそれ、これかこれでもやるか。あ、次やる気2やれば多分大丈夫だよね。どうしようかな。最後やっぱ怪我したくないから増長使いたいんだよね。ジャンプ、いや、ちょっとやる気にしとこう。少しでも次勝ちやすいように。で、また技術、また技術、投手に走る、コントロール、よし、500台まで落としたから。なんかもう目的が変わってるよね。なんか経験点をひたすらさばく。黒金、まあ、戦いやすいところではあるよね。よし、これでパワーも上げて、ついでに技術もさばいていく。精神はちょっとコントロールで使っちゃったからね。早急を1段階覚えておくっぽい。肩はうんこだけど、まあファーストだからね、そういう能力は必要ないんだけど。お待たせいたしました。幾多の課題を。2回の裏、全力ルイに出てくれてないじゃないか。いや、いいとこ投げ込む、やる気がないくせに。もう第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた。よし、ちょっとずれた感じはするけど、無理やり持ってったな。同点で迎える4回です。先ほどホームランを放った宇治家、いいね。ちょっと待って、全然追加点を取ってくんないんだけど。自分で取るしかない。点は、お、パピオ。全力学園攻撃に入ります。先頭バッターは宇治家、今日はチームの全力を叩き出しています。ドロップカーブって打ちづらいよね。投げました、打ちました、痛烈、いった、こう縦に曲がりながらちょっと横にも曲がるみたいな、その感覚がね、なんかつかめない。ラスト千代2人、ここは増長で、まあ、ここら辺使ってないけど、その超ラッキーボーイとか別にいらないし。これで全力練習にはなったけど、また技術よ、本当に。739とか伸びはあれだよね、ちょっと筋力を使うからね。回復、他低めとかってなんか結構技術を使うイメージがあるけど、変化球ポイントが必要なのかな。低め、あ、そうだね、変化球ポイントが必要だから取れねえわ。
やっぱここら辺の順応とかなんのか、なんだかんだでなんだかんだでそうなるのか。てか順応とさ、あれ玉って一緒じゃん。あ、縛りがある。ちょっと精神使うけど縛り取っちゃおう。で、あ、トロキューブ取るか。よし、これで OK。 じゃあ最後の練習いきます。ほい、いやー、だからあと風薙の技術ボーナスとエプレミちゃんも練習効果30になったりしてってなると、もう一伸びしたよね。で、佐伯さんも今回ちょっと妥協して SR45 で借りてきたから。で、結局どんくらいの経験点なんだろう今。2点取られてる。敵くん嫌い俺。投げました。外角高めいっぱいストライク。まずは変化球はね2種類で投げました。そんなに大したことはないけど、男球外れてボール。第3球男球がね、やだ。打ちました。宇宙間へ持っていきました。これ痺れたっしょ今の感じ。全力学園、ここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー2塁という場面で宇治家、第1打席はライトフライに倒れています。投げました。これはカーブを狙う。いったー。割と変化球も俺の中では狙い目ではあるんだよね。2球種しかないから。投げました。ボール。ただスプリットとね男球の区別がねあんまりつきづらい。全力学園大展開で迎える。しびれってさ、一回しびれるともう治んないのかな。宇治家、ここまで全打点を叩き出しています。ボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球はめちゃくちゃ警戒してるな。外してくるかこれ。第4球を、いや外してなかった。何勝負をしてきたか。次は5球目。バカめ。何、ちょっと早かった。スタンドに入りました。ファール。第6球を投げた。スプリットか。勝った。なぜか勝った。93。ちょっとこぼしてんな。多分100いくんじゃないか満点だったら。ドライ1はなしか。で、一応ヤギウちゃんがちょっとくれるんで、あ、そっか、佐伯さんもくれんだっけ。満塁と冷静。まあもうこれ以上取る必要はないからね。正直もう経験点がどこまでいったかというところで13000。まあそんなとこだよね。13000、15000以上出る人とかって本当どうしてんだろう。ただその代わり特攻ボーナスがちょっと減ってるんで、今のところこれ2人目ですね。多分1人ね、1日1人作れるかどうかっていうところだと思います。もう今いっちゃ忙しい時期なんで、この40-40は一応確保してある。ここが少ないんだよね、ちょっと。で、この前はね、特攻に振って経験点が12000とかだったかな。だから、経験点は増えてるけど、特攻が減ってるんで、まあ、そこのバランスだよね。まあ、なかなか難しいところですね。という感じです。まあ、そんなところで、あと番長さんね。番長さん、テーブル的にはなんだミッキーと似てるよね、多分。その1個解放するごとになんかボーナスがついてっていう感じで、で、精神ボーナスがついてて、まあ、それなりにいいんだけど、どうしてもね、金徳と得意練習がね、どうなんだろうねっていうところはありますね。金徳が切磋琢磨か、まあ、あの4番の金徳バージョン、4番丸の金徳バージョンで、まあ、ここでね、仮に打撃と筋力の2種類練習持ちだったら、まあ、相当強いキャラだったとは思うんですけど、ちょっと筋力オンリーということで、うん、使い道はなかなか難しいと思います。だからそんなにガチでは走らないかな。まあ一応そんなところでした。まあまだ2人目なんで、ね、こう2人って書いてあるからねまあそんなにたくさんは作れないと思いますけど、まあちょこちょこ作っていきたいと思います。まあそんな感じで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。